稲沢市は愛知県の北西部に位置する市、農美部屋中央部にある。古代には尾張国の国府が置かれて政治の中心であった。旧中島軍の一部である。市が掲げるキャッチコピーは自然の恵みと心の豊かさ人が輝く文化創造都市、植木、苗木の産地として全国的に知られる。また、旧祖父江町は全国一の銀南の産地である。 かつては、旧、国鉄の創車場があることでも知られた。名古屋市へのアクセスが良いため、ベッドタウンとして発展した。交通の便の良さから、ソニーグループやトゥーダ合成などの工場が、数多く立地する。終わり大国霊人社、野豪カノン、善光寺東海別院は、終わり地方の人々から広く崇拝を集めている。稲沢市中心部周辺の空中写真。 1987年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。祖父江砂丘江戸時代にミノロの稲葉塾が置かれて、以来、現在に至るまで交通の大動脈が通る。河川稲沢市の地名を参照のこと。隣接する市宮市とは広域行政権としてつながっている。 2013年10月31日、当時市議だった桜木拓馬が中国関東省の空港で覚醒剤を所持していたとして身柄を拘束された。懲役15年以上から死刑を求刑されたものの判決は9度延期され、2017年10月現在も桜木は身柄を拘束されている。2019年11月8日、中級人民法院は 覚醒剤を密輸しようとしたとして、無期懲役の判決2019年11月18日、一新判決を不服として、関東省高級裁判所に控訴した。稲沢市民病院稲沢市民会館稲沢市、中央図書館稲沢郵便局周廃局普通局、稲沢郵便区一宮郵便区一宮、郵便区簡易局一宮郵便区には、 関郵便局の設置なし稲沢郵便区一のみや郵便区2005年に開催された愛知万博では一市町村一国フレンドシップ事業が行われた名古屋市を除く愛知県内の市町村が120の万博公式参加国をフレンドシップ相手国として迎え入れた国内過去に提携していた自治体有益苗木畑三菱電機の試験等 ソルリーフウォーク稲沢放送局名古屋分離大学、愛知吉成高等学校かつて存在していた、高等学校稲沢駅高野宮駅、JTB 時刻表によると、市の中心となる駅は JR 稲沢駅である。ただし、市役所の最寄り駅は、名鉄高野宮駅である。JR 名古屋駅、名鉄名古屋駅から JR 稲沢駅、 名鉄高野宮駅までの所要時間や運賃は JR が有利であるが、JR 稲沢駅は通過する列車も多い一方、高野宮駅に全列車が止まるなど、停車本数及び利用者は、名鉄の方が多い。高野宮駅、バスターミナル旧祖父江町内を運行していた稲沢市、巡回バスは2008年6月30日に廃止後に、稲沢コミュニティバスに統廃合。 高速道路一宮インターチェンジの料金所など一部施設は稲沢市内に所在する。また、一宮市との市境から北へ 2.2km ほど進むと一宮ジャンクションに出る。ジャンクションには建設中の一宮稲沢、北インターチェンジが接続する予定である。国道県道所場多城一万徳寺の多宝島と珍珠堂を割りたい国礼神社。 稲沢市観光協会の史跡文化財一覧国の重要文化財23件は県内では名古屋市、岡崎市に次いで3番目に多い稲沢サンドフェスタ。ありがとうございます。